これが、先生、いつからそこにいたんだ。気配を消したまま急に話しかけるのはやめてくれよな。心臓に悪い。で、ああ、これな。ご存知、聖ロス教公認の死聖人列伝だ。教義に疎い先生だって一度くらいは読んだことあるだろ。かもって、それでよく教団運営の士官学校で教師が務まったもんだよ。 せめて死聖人くらいはちゃんと覚えてるんだろうな。じゃあ問題だ。大聖人セイロスの協力者たる4人の聖人とは、キッホル、セスリーン、インデハト。さて、もう一人は誰だ。ご名答、さすがにこれくらいは知ってたが、その聖マクイルの伝記を紐解くと 面白いことが書かれてたな。マクイルは聖人たちの中でも特に手先が器用で、火事の技にも秀でていた。その技で数多くの新生武器をこしらえて、セイロスの戦いに貢献したんだそうな。もちろん自らも武器を取って戦った。セイロスに次ぐ強さだったらしいぜ。解放王から蛇王に落ちたネメシスと戦ったタルティン海戦でも活躍したらしいが、 その海戦で命を落とし、その亡骸は聖廟の棺の中に安置された。と思いきや、実は一説もあってな、新天地を求めて旅立ったっていうんだ。聖マクイルは東の地からフォドラを出て海を渡って姿を消したってな。つまると、同盟領を抜けてどこからか海に出たってわけだが、ここにもう一つ面白い話があってな。 スレンって土地の伝説だ。王国領の北東にある半島でな。だからまあフォドラと地続きなんだが、同盟のエドマンド辺境伯領からなら海を渡って上陸できる位置にある。で、そのスレンに海を越えて現れた聖獣を祀る遺跡ってのがあるんだ。もしそこがマクイルに関係する遺跡なら、新生武器がたんまり眠ってる可能性がある。どうだ、 ちょっと興味をそそられるだろう。冷めてんな。強力な武器が手に入れば、これからの戦いも有利になるんだぞ。同盟領が落ち着いた今なら割と行きやすい場所なんだよ。すぐ帰ってくれば皆にも迷惑はかからない。さあ、スレンに行こうか。思い立ったら即行動だ。 俺がじいさんになる前に支度を終わらせろよ。あそこが例の遺跡だが、どうやら、のんびり発掘調査を楽しむ余裕はなさそうだな。見ろよ。おそらくあれは遺跡の番人どもだ。侵入者の排除でも命じられてんだろう。で、あのでかい化け物、 この辺りじゃ風を呼ぶものと呼ばれてるらしいが。盗人ども、俺を倒すことができれば希望をくれてやろうぞ。うわ、喋った。あいつは一体な、何なんだよお前ら。少しお宝盗んだくらいで襲ってくんなよ。 急ぎましょう。
戦場に出りゃ俺も駒の一つだ。こっちも必死なんでね。落ち着いていきましょう。戦場を広く見なくて。俺に任せてくれよ。はいはい、行きますか。はい、やってみます。僕が行くしかあるまい。早く指示してくれ。死ねるかよ。戦況が動くか。悪いが止まれないんだ。甘いだろ。宝を横取りする気か。このお宝を持って帰らねえとお頭に怒られちまうんだよ。えい、なんだお前らも同業者か。ここのお宝は渡さねえぞ。
じゃなきゃ学べないこともある。未来のためです。すごいです。人生を無駄にした気がするな。本気の僕に勝てるとでも。気合入ってるな。
でまた前に進める。もっともっと頑張るんだ。この筋肉に勝てるわけねえだろ。盗賊なんかになるんじゃなかった。僕の邪魔はさせない。そのお宝で金持ちになれると思ったのによ。勝つべくして勝った。それだけさ。すまないね。
ってる。実血リーガンの孫の孫のそのまた孫の。それよりあんたこそ何者なんだ。我は汝らの敵よ。実血の血筋ならば生かしては返せぬな。敵ってどういうことだよ。それにあんたの額にある紋章は。話は終わりだ。生き延びたくば我を通せよ。私は策があってね。
らせてもらいます。動きが止まったぞ。死んだのか。いや、寝ちまっただけみたいだ。秘宝をくれるって話だったはずだが、仕方ない。勝手にその辺を探すかな。しかし、こいつ…まあ、後でゆっくり考えるとしよう。先生、ご苦労さん。悪かったな、付き合わせちまって。戦いになるとは思わなかったんだ。しかし、おかげで秘宝が手に入った。これはあんたに預けとけよ。好きなように使ってくれ。仲間のことは俺より先生の方が理解してるだろ。一番そいつがふさわしいと思うやつに渡してやってくれ。それに正直な話、別にお宝目当てであの場所に行ったわけじゃないんだ。聖人たちの伝説は虚実入り混じって真実がわからない話ばかりだろ。少しでも確かめたかったんだよ、伝説が真実なのか。この目でな。いやー、それがさっぱり。マクイルの痕跡と断定できるものは特に見つからなかったし、手に入れた秘宝もマクイルが作ったと言い切れるだけの証拠はない。あの風を呼ぶものってやつにもっと話が聞けりゃよかったんだが。おいおい、マクイルってのは1000年以上も前の聖人だぞ。それに聖人があんな化け物だったなんて聞いたことないっての。いや待てよ、あいつが前に見た白き者の仲間って可能性は。白き者は女神に使わされた獣だ。風を呼ぶ者は、いや、そもそも女神に使わされたってどういう話なんだか。はあ、俺としたことが疲れてるな。頭の働きが鈍い。またゆっくり考えてみるか。今日のところはここまでにしよう。